今度私も頑張って嬉しな女になりたいなって思わされるような担当だなって思うし、前のところから本当にキャンディーに移籍してきて、うん、私も使う額変わったし、キラーコーデまだまだだなって思わされるようなお店、そういうところに移籍してきて本当に良かったなって思うし、もっともっとこれからね、うん、上に行ってほしいから、私も一番にこれからもずっと支えていきます。黒崎エイタ、歌舞伎町で最大級のスケールを誇るホストクラブキャンディーへ電撃参戦を果たし、2023年5月度に月間1000万を売り上げ、キャンディーのナンバー2を手にした今売り出し中の心優しいイケメンホストに密着。hosttv.com 前回エイタの営業前に密着、心のリフレッシュ方法や大好きだというサウナへ通ってる様子など、さまざまなエイタの顔を見ることができた。今回はエイタの店内での様子を追った。この日の営業直前、パソコンと睨み合ってるエイタ、一体何をしているのか。何やってんすか。いや、ちょっとパソコン触ってるんですけど、 NFT っていうの作ってます。これが NFT を売ってるオープンシーっていうサイトなんですけど、結構僕これ出品してて、例えばこういう僕が作った作品なんですけど、名前がマッシュルームパラサイティックアニマルって言って、キノコに寄生された動物たちっていう作品なんですけど、これを AI でその企画してもらって、それまた別の AI で描いてもらうみたいな感じで、僕自身全然アートとか作れないんですけど、出勤時間までの手が空いた時間とかにこういうのを作ったりよくします。可愛くないですか。いや、めちゃくちゃ可愛いですね。ほんと可愛いじゃないですか。象とか狐とかネズミ、パンダ可愛いです、ね、いや、めちゃくちゃ可愛いですね。パンダ可愛いです。僕個人的にこの猫ちゃん好きです。あ、いいですね。可愛いですよね。猫ちゃんだけいっぱい作っちゃいますよね、いつも。可愛くて、これワンちゃんですね。他だとプラズマビーストですよ、ね、これコブラとか。クオリティが高い。高いですよね。これをさっきのマーケットに一応販売はしてるんですけど、まだ全然売れてなくて、まあ、これから僕がいっぱい行っていくんで、まあ、今のうちに買っとくとお得だなって僕は思いますね。皆さんぜひ。結局ホストって暇なんで、その働く時間が4時間5時間とかしかないんで、その時間にただ寝るのももったいないなって思うんで、まあこういうことしてますね。大学も卒業してあるんで、パソコンもされますし、なんか今の時代やろうと思えば何でもできるなって個人的に思うので、ホストとは少し離れるんですけど、まあそれもそれで自分の長所かなって思ってるんで、じゃあそろそろ時間なんで、そろそろ本業の方に行きたいと思います。お願いします。はい、じゃあまたお仕事お願いします。お願いします。エイタさんはホスト歴はどれぐらいなんですか。ちょうど2年くらいですね。バイトで半年、2部、朝ホスで10ヶ月くらい働いて、でそれからキャンディーという形、あと1年で1億売れたら最高ですね。3年目で居酒屋のバイトよりも時給が良かったんで働いてましたという形です。遺跡を考えたきっかけみたいなって何かあるんですか。もっとレベルの高いところで働いてみたいなっていうのがあって、あと僕スーツすごい好きなんで、このスーツが似合うお店で働きたいなっていうのが大きかったです。あ、このブローチなんですけど、もうこれです。あ、こちらですね。はい、このブローチ、あの一条健さんからいただいたものなんですけど、遺跡金とかいらないんで、その幹部バッジがあるじゃないですか、グルダンの。あれがその僕絶対取るんで、それまで胸元寂しんで何かブローチくださいって言ったら買ってくれました。ケイさん、ありがとうございます。一応最短で官房差上がって、次副主任、まあ、多分上がれると思うんですけど、上がるっていう形で。ケイさん、なんか出会って今日で1年ですね。本当に仲が良くて、出会って2ヶ月目くらいで俺らも1年一緒にいるよねみたいな話してたのがすごい
懐かしくて、今はもう10年くらい一緒にいるような、もうあうんの呼吸で仲がいいんですけど、本当に一番俺のことを大事にしてくれるし、まあ一番俺らがサウナのような熱い心と、冷たい財布は持ち合わせてないけど、一緒にこれからもいろんなサウナに行って整えたらいいなって思ってますなんでまた2年目を祝えるように楽しみにしてます。これからもよろしくお願いします。以上です。バイ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 、いけない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 、はい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 、ローリー失礼いたします。ローリー失礼いたします。お願いします。行かせていただきます。ハイサー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 、ありがとうございます。ありがとう。1年記念日おめでとうございます。本当にね、王子と姫は僕もう大好きで、もう王子とはね、本当に親友だと思ってるし、いいライバルだと思ってるし、やっぱ王子を支えるのは姫だなと。さっきね、ロウリュしたけど、本当にサウナと水風呂みたいな関係なんで、切っても切り離せない関係なんで、はい、2人はいつも一心同体ということで、常に整ってください。これからもね、キャンディー盛り上げてください。はい、1年おめでとうございます。よいしょ。ああ間違ってない、間違ってない。最初顔も見えないって言ってて可愛かったんですよでもなんか1年経ったらもう目もちゃんと合わせられるようになって仲良くなったなって思います。顔は見れてますか本当仲いい、仲いい。喧嘩したこととかあります？喧嘩したらいつも相撲で解決してるのでお、やのか、やのか、やのか、これいやいや、はっきり、っていう感じでいつも解決してるので、はい、喧嘩はしたことないですしても相撲僕の方が強いんで勝ちますね、大体。はい、そうですね、はい、仲良しです。喧嘩したことないし、何も起こることも不満に思うこともない完璧な感情です。エイタさんの、まあ、いいところ、うん、かっこいいなと思うところとかなんかあります？うん、男気があるところ、頭がいいところですね。いや嬉しい。たまに私がどうしよう、ネガティブになっちゃった時とかもポジティブに変えてくれるようなエネルギーがね、うん、あるところですかね、うん、僕も結構ホストしてきて、いろんな女の子から指名もらってきましたけど、多分彼女が一番僕が指名日に LINE を送るんですけど、僕より多い長文を毎回返してくれるんですよ。僕もこの姫もお互い言葉にする関係っていうのがすごくいいなって個人的に思ってます。本当にだからもっともっと私がね、上に上げてあげたいって思えるような男ですね。本当にホストでこんなにお金使ったというか、指名したのは一人しかいなくて、本当にずっと1年間文句もないし、こんなに完璧なのに逆に私がね、何もできなくて申し訳ないなって十分だよ、思わせられるような、そんなホストだなって。もっと私も頑張って、もうね、キャンディーレベッチキャンディーレベッチなんて思わされるような担当だなって思うし、前のところから本当にキャンディーに移籍してきて、うん、私もスタートアップ変わったし、いや、こういうのまだまだだなって思わされるようなお店。そうだね、私こんなポジティブななんか考え
たちがたくさんいる中でそういうところが合ってるなって思ってたのでそういうところに移籍してきて本当に良かったなって思うしもっともっとこれからね、うん、上に行ってほしいから私も一番にこれからもずっと支えていきます。このお客様と瑛太の関係一度も喧嘩することなく常に仲も良く同じ方向を向けている間違いなく最高の関係だ。瑛太とお客様が見据える先にどんな高い壁があったとしても彼らならあっという間に乗り越えていけるだろう。風林会館最上階天空の大宮殿数々の記録を打ち立てグループダンディの絶対的存在を確立したキャンディグルダン史上最大となる圧巻のスケールが今歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。主役はもちろんあなたです。